秋吉台国際芸術村は山口県三重市周法町にある複合文化施設。山口県が建設し公益財団法人山口きらめき財団が指定管理者として管理している。国内最大のカルスト大地である秋吉台の登録に現代音楽やアーティスト・イン・レジデンスを中心とした国内外の 芸術家の表現創造活動の拠点として1998年8月にオープンした。ミネ州集法庁では1989年から毎年現代音楽の世界的な作曲家や演奏家など内外の一流の音楽家の参加のもとに秋吉台国際20世紀音楽セミナーフェスティバルが開催されていた。この開催を契機に州法庁が空き家を活用した。 交流の館を整備し、国内外の芸術家と地域の人々との間に、様々な交流が行われていた。こうした地域的な文化活動を背景に、国内外の芸術家の新たな表現、創作活動を支援する拠点として、山口県と州包丁により整備されたものである。整備には、こういった背景があることもあり、一般的な多目的ホールとは違い、音楽、美術、ダンス、 演劇など幅広い芸術文化活動に対応できる滞在型芸術文化施設である。アーティスト・イン・レジデンスやセミナーワークショップ事業のほか、国内外の関係団体との連携プログラムや、地域に密着したプログラム、滞在アーティストと地域との交流事業などを展開している。施設は、アーティストの創作や発表のためだけでなく、社会人、学生など、 一般の利用も可能である。併設された宿泊施設はアーティスト・イン・レジデンス以外にサークル、部活動の合宿や修学旅行などにも利用され、最近は芸術村周辺の秋吉台や修報道などの観光客にも低廉な料金で開放されている。オープニングイベントとしてイタリアの作曲家、ルイジノーノの晩年の大作、現代オペラ、プロメテオから聞く悲劇が 日本初演された。全体施設配置図建築家、磯崎真の設計によって建築された。周囲を山に囲まれた谷間の地形を意識して、敷地の形状を生かした形で設計されているが、これは日常の喧騒から解放され創作活動に集中できるように、カルスト大地に接した低い丘に囲まれた静かな袋上地の南側斜面が、 敷地に選定されたものである。敷地内には様々な施設が散りばめられており、約300人を収容するホール、レストラン、研修室、練習用のスタジオ、ギャラリー、カフェテリア、そして最大100人を収容する宿泊室などが備えられている。建物には秋吉台にちなんで石灰石を多用しており、袋状地の狭くくびれたゲートに足を踏み入れると、 左手に八棟の客室が眼光する宿泊棟が現れ、アプローチの小道の先の山のふもとに本館棟がそびえ立っている。これらは芸術村という名が示すように一棟の建物ではなく、日本の伝統的な集落のように小さな建築群の集合体として構成されている。ありがとうございます。